JR 東海の静岡地区の在来線で18年ぶりとなる新型車両が昨日から運行を開始し、一番列車を見ようと熱心なファンが駆けつけました。昨日から県内の東海道線で運行を始めたのは JR 東海の通勤型電車315系です。静岡地区の在来線では18年ぶりの新型車両で、昨日は午後1時過ぎ静岡駅から熱海駅に向けて一番列車が出発しました。優しく安心感のある快適な移動空間がコンセプトで、すべての車両に車椅子スペースがあるなどバリアフリー設備が充実しています。また AI が搭載された空調装置や赤外線・紫外線を 99% カットする窓ガラス、防犯カメラを各車両に5箇所ずつ設置するなど、これまでの車両になかった機能が数多く備わっています。さっき席座ったんですけど、座り心地も良くて車内も開放的で綺麗で、すごいかっこいいですね。なんか近代的な感じがして、色も鮮やかでとても嬉しいです。 JR 東海は地域の皆様に長く愛される車両になればとコメントしています。